こんにちは。今日は浅草の沖縄そばに来ました。カレー南蛮そばを食べます。はい、近づいてきましたよ。ここが沖縄そばです。のれんが風で揺らいでますね。夕方涼しくなりましたね。日中はね、常夏で暑かったですけどね。それでは早速入店です。これカレー南蛮そばです。すごいでしょう。お餅入りにしました。表面張力でね、浮いてますよね。宝石みたいな輝きです。それでは早速、まずはネギを入れて、おー、はい、持ち上げます。重いですね。はい、上がりました。いただきます。熱いですね。お餅です、これ。おー、お餅、とりあえず寄せときます。熱いんですよ。ふうふうして、うまいね。このそばがね、しっかりしてるんですよ。このそばはね、しっかりしてるんでね、カレーに負けてないですよね。はい、ガブリといきます。おいしい。ここね、店の中はね、結構涼しいんですよ。外はまだ暑いですけどね、いくら夕方涼しくなったって言っても、この涼しさだったら全然ね、食べられますね。今までね、ちょっと暑いからと思ってね、ちょっとカレー南蛮そばは、他のそばもなんか何回か食べてましたけど、カレー南蛮そばはね、1、2ヶ月ぶりかな。他にもね、美味しいそばメニューがいっぱいあるんでね。涼しくなってくるとね、これもいいね。まあ本来カレーはね、暑い時にね、食べるもんだからね。まあちょっとね、他もね、食べたかったってのもあるんですけど、週に1回ぐらいは来てるかな。このお餅ね、結構合うんですよ。2個ぐらい入れるといいかな。やっぱりそばなんでね、だからやっぱ腹持ちがちょっと悪いっていうか、すぐお腹空いちゃいますよね。まあカレーなんでね、結構カレーは持つかな。気分的にね、だからお餅入れて食べるようにしてるんですけど、ここではこのお餅がまたうまいんだ。ちょっとね、残しときますけどね、避けて。いっぱい出てくるでしょう、これ。食べても食べてもなくならないって。お餅いきますか？うわー、伸びた。おー、すごい伸びるね。この餅もいいよね。ちょうど温まってきてね。まだ冷めないんですよ。ふうふうして、そっかじゃないとね。このカレー南蛮そばはね、見た目も美しいですけど、宝石みたいにね、食べてもね、そこからね、まだかってそばが溢れてきますよ。お得感すごいですよね。うまい。
どん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 ね、それってなかなかなくならないでしょ。食べ応えありますね、これ。でね、この、こんだけ言ってもね、蕎麦がね、伸びないんですよ。しっかりしてますよ、この蕎麦。だいたい蕎麦はね、浅草だとね、ここは、まあ一番かな。あとね、十和田っていうね、蕎麦屋さんもね、面白いですけども、あとはちょっと浅草奥の方へ行くとね、カトマンっていう店もありますけどね、ここ一番ですね。あと全然ね、ちょっとジャンル的に違うけどね、今朝もね食べたんですけどね、浅草の地下街、日本一古い地下街ね、そこにあるね、モンジュさんっていうね、立ち食いそばがあるんですけど、あそこも美味しいですね。まあここのそばとは全然違いますけどね、ここはね本当本格的なそば屋さんですけど、立ち食いそばはまあそんなにね、その B 級的なもんなんですけどね、珍しいよね。でも今立ち食いそばってみんな座り食いになっちゃってるじゃないですか。あそこ結構ね、でそば、そのものはまあそのね、B 級なんですけども、結構ね、美味しいんですよ。あそこの蕎麦も。注文してから茹でるんでね。今日はね、ナス天蕎麦に生卵を落として温かい蕎麦いただきました。暑かったですけどね。まあ、それぞれの味ですね。そう言ってる間に結構食ってきましたね。そこが見えてきましたかね。わあ、いいね、うまいやね。話がそれちゃいますけどね、立ち食いっていうとね、浅草ではね、立ち食い寿司もよく行きますよ。立ち食いが好きなんですね。あとここの店のね、出た向かいに立ち飲み屋さんがありますね。そこも何回かお世話になったことありますけどね。ここの通りはね、一服通りっていうかな、なんかそんな名前ついてたような気がしますね。もう近くはロックですけどね、浅草ロック。賑やかなとこですよ。でね、ここのね、お蕎麦ね、安いんですよ。これでね、確かね、800円なかったね。餅入れて800円ぐらいですよ。お餅がね、50円かそこらなのかな。安いでしょ？ちゃんとした蕎麦なのに。ちゃんとした蕎麦っていうかね、普通だったらさ、盛り蕎麦とか、せいろですよね。1枚800円ぐらいしますよ。あれ食べてもお腹いっぱいにならないですからね。あれは3枚ぐらい食べないとね。ちょっと3杯24種で2400円でしょ？ねえ。ここは安くて美味しくて。はい。最後ですね。何回も来たくなりますね、やっぱ。綺麗に食べます。美味しいです。最後まで美味しい。やっぱりね、人気は一番カレー南蛮そばかな。もうちょっとかね。もうちょっと食べて、はい、ごちそうさまでした。完食です。
それではこの辺でご視聴ありがとうございました。またねー。